1十七年の深夜よいかり乗降場と周囲約五百メートル範囲。上が浜トンべ方面。中トンべ側に踏切があり、ホームはそのすぐ北側の線路左にある。待合室が踏切脇に見える。周囲に民家はまばらである。小飛岳駅も同様だが、脇を走る国道275号は、 整備される以前は右下に見えるような細い道路で、周囲を山と蛇行する富別側で切り離されたこれらの開拓地帯は、冬になると孤立する恐れがあった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新屋良駅は、北海道江差市郡中ト別町和座弥生に、かつて存在した、北海道旅客鉄道天北線の駅である。 山根北線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の短式ホームを有する地上駅であった。仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎はなかったが、待合所を有していた。当駅が所在した地名、弥生に、新を冠した。広大な原野が広がる。 2010年時点ではヤブの中にコンクリート製のホームが残存しており、2011年時点でも同様であった。また2011年時点では、駅跡手前にある広場に金具が付いたままの枕木が放置されていた。深夜よいかり上降上に関するカテゴリー。ありがとうございます。